この部分はちょっともうこれ以上置きたくないなと、危ない。はい、チューブTV。結構ね傷んできてるんで、そこはですね、こういうふうに一回薬剤を取ります。このような感じで、ちょっとつけますね。でまあこれでもまだ売り茶進んでしまうんですが、まあ多少進むスピードが遅くなるので、それでちょっと調節しようかなと思います。ちょっと酸性の水につけてますね、これは。で、このように絞っていきますね。でまあ、その辺はもう進まないような状態をちょっと作ります。あと顔周りの毛も結構ダメージが強くなりやすいんで、サイドの毛も同様にちょっとつけていきますね。これバックの位置でサイドつけちゃうと、サイドは毛先しか届かないので、毛先の部分しか、止まってない、ストップしてないことになるので、サイドはサイドで別にやった方がいいです。はい、今ブリーチを洗っているんですが、ブリーチ絶対この長さだと残ってると思うんですよ。で、何回も水を入れ替えてあげて、あとシャンプーですね、シャンプーしながら水を入れ替えてあげて、あとちょっと脱線でね、ちょっとその染料が毛髪内に今までのこう履歴の部分のカラーが残ってる可能性が非常にあるので、そこを取るのにちょっと脱線で使うパウダーをちょっと使って、整えていきながらシャンプーをして、 pH をちょっと下げて、徐々にですね、下げていきたいと思います。そうしないと色が乗らないので、特に根元の方って乗りづらくて、根元が明るくなることが結構色入れなくて結構あるんで、そこは根元は若干暗めに設定はしようかなと思ってます。根元は明るいとちょっとバランスおかしいので、カラーは後ほど紹介いたします。とにかくシャンプーボールに水をたくさん溜めていかないと、綺麗にこう色が乗らないので、ここはまた大切なので、結構グレージュのスタイル作る時の大切さってまずベース作りだと思うんですね。そのベース作りをしっかりしておかないと、後からのせる色を入れてもあんまり綺麗にならないっていう風なことが多いので、まあ、僕は結構この何回もですね、この部分だけはちょっと慎重に、ブリーチとこの入れる前の状態ですね、絶対色弾いちゃうので、シャンプーをするっていうよりも毛髪内の余分なものを取っていくっていうような感じなんで、今シャンプー剤もつけて、プラス脱線剤もちょっと入れております。まあ、あんまりシャンプー過度なシャンプーしてしまうと次のカラーの時に染みてしまうんで、ここはとりあえずですね、もうベースを整えるということで、シャンプー剤をつけながらですね、こういうふうにここを怠って急いでやってしまうと、ちょっとうまくいかないんで、通常結構時短のメニューで2時間で大体いろんなメニューやっちゃうんですけど、こういうロングのブリーチのグレージュのスタイルの時はあんまり焦らず、まあ
ベース作りをしっかりしていかないとダメなので、もう今1時間以上ちょっと経ってる状態なんで、ちょっといつものペースよりは全然遅いんですけど、抜けづらいっていうのもちょっと正直あります。今現在でもこのぐらいの1回のブリーチでこれぐらいオレンジ味が残ってるんで、あとはもうカラーでなんとか調節するしかないかな。本来だとあとね1回もしくはもう1回ぐらいかなブリーチしたいですけど、今日はこれでいきます。今回使っていくカラーがまず根元の部分は、スローカラーの自分でやるから、そうですね、